株式会社英県は、日本のアニメ制作会社、日本動画協会制会員。1952年、テレビの放送開始に合わせ、テレビ受蔵機の輸入販売会社として、当時の柳瀬社長である、柳瀬次郎の発案で、日本テレビジョン株式会社が設立。しかし、テレビの普及が予想以上に早かったことから、1950年代半ばには、 サイドビジネスとしてテレビ CM の制作に手を出すようになり、間もなくその CM 制作の方が本業になっていた。その CM 制作の際に、いわゆるアニメ CM を多く手掛けていたことが、英検発足のきっかけとなる。1963年、鉄腕アトムの影響でアニメブームが起きる直前、アニメ CM の制作陣を分離独立する形で、 t c j 映画部を発足。彼らを真っ先にテレビアニメ制作に当たらせ、千人部落を制作した。その後、鉄人28号のヒットで、経営は軌道に乗る。最盛期には、作画から編集に至るまで300名以上の従業員を抱えていた。1969年3月10日、テレビアニメ制作を担っていた映画部が株式会社、 TCJ 動画センターとして分社化。映画部部長の村田秀則が社長に就任し、これを現在の英検の創業とした。同時期、これまでアニメ制作の中心だった企画室長の高橋茂人が上司の村田と田本を分かつ形で独立し、随高を起こした。分社に伴って人員を大幅に削減して経営をスリム化。 社屋も東京都港区港南から荒川区南千住の東京スタジアム付近に移転した。1969年10月5日、サザエさん放送開始。1979年9月16日に最高視聴率となる39.4%を記録し、放送開始から。 半世紀以上経過した現在も安定した視聴率を獲得する長寿番組に成長。国民的アニメとして広く認知される。以後、サザエさんの制作が英検の経営の柱となる。また、サザエさんはアニメ業界のデジタル化、ハイビジョン化を経てもハンドトレス、セルサイ式フィルム撮影といったアナログ作業工程を長らく堅持し続けた。 映画用フィルムやセル画材の生産終了、アナログ作業に対応可能な外注先の事業を撤退、廃業など、物理的要因が重なり、2013年10月6日、放送分より、デジタル作業工程に移行している。1973年5月、TCJ が保有株式をすべて譲渡したことにより、同社及び山瀬からは、資本的に独立。 株式会社英検に称号を変更した。社名は柳瀬が村田の名前、秀則の音読みを採用して命名した。株式譲渡に伴って t c j はアニメーション制作事業から撤退したため映画部並びに動画センター時代に手掛けた作品の著作権は一部を除いて英検に移管されている。現在地に移転するまでスタジオとして使用された建物。 2020年現在は、ホワイト急便荒川工場前店が入居している。1976年10月1日、ほかほか家族放送開始。これ以降、フジテレビによる、共用、情報系ミニアニメ枠は一貫して、英検が制作を担当し、親子クラブに至るまで、幾度の放送時間変更を繰り返しながら続いた。 同番組終了後もミニアニメ枠は維持され、2016年からは、ボノボノを、制作、放映している。1990年、自社ビル落成。現在地に、社屋移転。2002年7月、広告代理店のアサツ系が、A 検の発行済み株式の70%を取得。同時に富士テレビが10%を取得して、アディケの関係会社となった。 2007年には、代表取締役社長の村田が、代表取締役会長に就任し、副社長のも内節夫が、代表取締役社長に就任した。2008年、東京国際アニメフェア2008にて、村田が第4回功労賞表彰を受賞。2014年、英検クラシカルブランドを立ち上げ、ベストフィールドにより、 初期作品の DVD ボックスが展開された。2017年8月31日、村田秀則が代表取締役を退任し、名誉会長に就任した。2018年3月10日、2019年に文社化から50周年を迎えるのに伴い、英検50周年プロジェクトを開始。合わせて、英検が、 これまで制作した人気アニメの登場キャラクターが集合したメインビジュアルも公開された。2018年3月27日、モ内節イをが代表取締役を退任して取締役相談役に移動したことに伴い、取締役の中村達郎が代表取締役社長に承認した。ありがとうございます。